皆様、オラーオレンジクレープカラチャンネルのあずかんです。最近歯が痛くて歯医者に行ってきたら4本直さなきゃいけなくなっちゃいました。皆さんは歯は大事にしましょう。今日はですね、ちょっと鉄板が最近調子が悪いっていうか、ちょっとなんとなくやりづらいなと思って、いたので、綺麗にして、美味しい焼き加減でね、美味しい盛り付けで、お客様にお届けするために、ちょっとね、掃除機よりもうるさい掃除方法なんですが、機器音が激しいのでご注意ください。それではどうぞ。よし、じゃあ綺麗にしていきましょう。ちょっとね、最近鉄板の調子が悪いかなと思ってきたので、綺麗にしていこうね。やっぱちょっとね、調子悪いとね、美味しいのが作れないし、あと鉄板をやっぱね、鉄板で育てるっていうね、表現するんでね、ちょっと綺麗にしながら、こんな綺麗ね、見た目、映像だとすごく見た目綺麗に見えるんだけど、もうちょっと触っただけでね、こんなん出てくるですよあとね、やっぱね、あれなんですよね、一応ね、こっちも温度を保温でやってるので、保温で温度が何度ぐらいかな、熱が入ってるので、やっぱね、ちょっとジャムの海苔がつい、海苔っていうのかね、砂糖、グラニュー糖の甘いのが残っちゃってたりするんですよね。それを取ってあげないと支障が出るので、映像だと分かりづらいかな。ね、ちょっとやっただけでこんだけ出るですよ。こうね、こっちまで飛び出ちゃったけどね、でこうこのヘリの部分がね、ちょっとこういうところがね、きれいにしたいですよね。でこっち側のちょっと分かりづらいかな、こういうところとかね、ちょっとのジャムのね、グラニュー糖漬けになってるプレミアムセレブリティジャムのプレミアムジャムの盛り付けの時に残っちゃってる部分があるので、それもきれいにしていきます。この音嫌いっていう人多いかもね、ごめんなさいね。でもね、綺麗にするって楽しいね。こ
こうやってこすったらこんだけ出てくるんですよね、こう固まったのがね。なんかこう お家のガスコンロとかね、皆さん掃除するとは思いますけど、あれもコイルついてると掃除するのは大変なんですけど、終わってきれいになるとなんかすっきりした気分に ならないですかね。カルロさん意外とまああんまりやらない方だけど、やると綺麗になったな、好きじゃなって思うし、そうですね。よしよしよし。それでね、お客さんにさらに美味しいクレープを焼けて。綺麗だね、鉄板で。だいぶこの角なんかも綺麗になったからね。綺麗になったね。で、これで綺麗になってこのまんまだと、後で多分大変になことになるので、ここでバターを塗っときましょう。バターをたっぷりめに。これでバターを鉄板にバターが染み込むのかよ、本当かよと思うかもしれないですけど、染み込むんですね、長年やるとね。ね、これで仕上げ。これで塗ってる時に引っかかりがない、ない。よし、オッケーオッケー。で、バターを塗って、さっきとテカリが違う、テカリが。ね。
こっちも、あ、いいね、テカリが違う。これで美味しく焼けて、美味しく盛り付けたものを皆さんにって感じで、綺麗になりました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。綺麗になりました。気持ちいいですね。お家帰ったらお家のコンロも掃除したいと思います。それでは皆様、アディオス。